アニメおとり物語、ブルーレイオア DVD。お買い上げ、誠にありがとうございますと言えばいいのかな物ののきよつぎだよ。あるいは八九時迷いだよ。なんでやねん。誰や八九時て。そして言えばいいのかなってなんやいいえ、ちゃんと。ありがとうございますを。いや、でも、いろんなお客様がいるからね。 毎回毎回似たような出だしで始まるな。ワンパターンだな。そろそろ副音声も見切り時かなと考えている人も多いと思うんだよ。多いんか。全方面をフォローしていきたい。おののきをつぎだよ。誰かにありがとうございますと言った時、他の誰かに背を向けているということは自覚しておきたいよね。まあ、真理ではあるけどな。うちは陰ぬいよずる。専門家や。ああ、トイックの。なんでやね。んなんでトイックの専門家が副音声来てんねん。トイックって、 専門出題されてそのうち何問解けるかって形式なんでしょだから専門だけに専門家なるほどこれはうまいこと言われたっておい待て専門家の字が違うしそしてトイックは専門も出題される形式ちゃうわ言いたいだけのことを言うために現実を歪めるな現実なんてものは僕にとって消えるボールペンで描かれた絵みたいなものだその心は熱意があれば消すことができるやかましはトイック満点おののき継ぎだよ嘘つけ テストオブ・イングリッシュ・フォー・インターナショナル・コミュニケーション満点の小野つ継だよ略称言えたからってスコア高いことにはなれへんやろさあそれじゃあそろそろ真面目に副音声をやろうかお姉ちゃんきびなごを食べながらねきびなご食べながらどうやって真面目にやるねんガールストークにスイーツは欠かせない一つにはうちも踊れもガールズとは言えんしそしてもう一つにはきびなごってスイーツかああきびなごとアイスクリーム 合うな合うかきなこアイスがあるんだからキビナゴアイスだってあるでしょキビナゴときなこは全然違う食べ物ややれやれ開拓精神に欠けるお姉ちゃんだなフロンティアスピリッツのかけらもないよ式紙としてはトライもしないで頭ごなしに否定しないでほしいなキビナゴアイスをわかったじゃあ食えよフロンティアスピリッツをフルに発揮してお姉ちゃんが作ったるから食えよキビナゴアイスをヨナナスメーカーで作ったキビナゴアイスをお姉ちゃん 僕は食べ物で遊んじゃうダメだと思うここぞとばかりにキビキビと答えとるんちゃうぞ式神棒読みだけどねお姉ちゃんがビキビキなってるだけでいやそこまで怒るようなことでもないねんけどもちなみに用意してもらったアイスはシロクマなんだけどね何お姉ちゃんはカルカン派何用意してもらっとんねん派ってなんやカルカンってどんなメーカーやったっけ僕のようにモチモチした食感のお菓子だよ踊れにモチモチしとるイメージがないんやがあお兄ちゃんだ 鬼のお兄ちゃんだおおほんまや鬼のお兄やんやなああ鬼のお兄ちゃんの顔を見るだけで体がほてってくるななんでやねんなんで惚れとんねんそんな仲良くなかったやろそれは昔の話今はもうソウルメイトと言ってもいいソウルメイトってまあ僕の式神としてのデンジャラッサを思うと物ソウルメイトと言ってもいい物騒なんかいとにかく最近は仲良しなんだよ 本当は好意ゼロ関心ゼロなのにニコニコうなずきながら話ができるくらい仲良しなんやその仲良しさ踊れがニコニコなんかするかニタニタすればいいのかなニタニタしたらあかん煮るぞひたひたにだねひたひた忍び寄る敷紙道場小野の清継オノマトペで遊びすぎやろいやいやお姉ちゃん僕がいくら可愛いからって小ノの妹は言い過ぎだって言うてへんしそしてそれを言うなら小ノの小町やろ随に手紙を届けに行くなあヘ蛇頭だ ああ戦国なでこちゃんなこの子が今回のヒロインかいやヒロインは僕だよ普通に嘘をつくなおっと忍だ呼び捨てんなどんだけ仲ええねんまあこう言っちゃなんだけれどもお姉ちゃんとの関係を基準にすれば僕は大抵の人とは仲がいいよそうなんやまあ別にええけどもやな何で主の知らんとこで式神が独自のコミュニケーション気づいとるんや別にいいんだショックを受けてよお姉ちゃんの妹が姉離れを起こしているんだよ 画面の蛇神娘とも仲良し小よしなんだよ実の妹みたいに言うなそして嘘をつくな踊れこの娘とは縁もゆかりも仲良しも小よしもないやろそして姉離れを起こしているとか肉離れみたいに言うなツッコミが激しいねさすが関西人関西人やのうてもツッコむやろ本当じゃあ高知県民風にツッコんでみてくれるご主人にややこしいふりをするなどんな式神紙やねん丸くても一とかどあれや人心あまりマロキは転びやすきぞ トゲだらけやろう踊れ確かに僕は鬼のお兄ちゃんから陶芸家と言われることもある虚言に鬼のお兄やんを巻き込むな言われるわけがあれへんやろ踊れのどの辺がどういうふうに陶芸かやねんうわ忍ぶ弱ダッセーな口悪いぞそして仲間悪いやないかい無表情やのに心なし嬉しそうやないかい嬉しいとは言わないけどざまあねえとは思う思うな しかしそれにしても瞬殺やったな旧ハートアンダーブレードも鬼のお兄やんももっとも僕ならもっと早くあの二人を倒しているけどねアピールするな自己アピールするなさっきから何を言っても怒られるなピアプレッシャーが強すぎるよこの職場職場って副音声が本業みたいに言うなではオープニングだよあるいはエンディングだよエンディングなわけあるか妄想エクスプレス戦国なでこちゃんの一曲かあれやろ この曲恋愛サーキュレーションのアンサーソングっちゅう感じなんやろサーター・アンダーギーがどうかした沖縄メーカーの話はしてへんそれこそ旧ハート・アンダーブレードの芸風やろ厳密には忍ちゃん自身がサーター・アンダーギーを名乗ったことはないけれどね忍ちゃん言うなそこまで行くと仲良しを通り越してただただ慣れ合っとるだけやないかいすももももももものうちであるように愛も慣れ合いも愛のうちなんだよモーガーニコ多かったぞえっ 一個増やしただけのつもりだったのにわざとやってしかもミスっとるんかい可愛げがあるよねないわ憎たらしいわ可愛さ余っててニークさ100倍バ,バとはこのこことかかあうん何単語ごとに1文字ずつ増やしてみたパニックになるわ踊れかて言いにくいやろこれが本当の可愛さ余って言いにくさ100倍だね嘘じゃんでも言いにくいこともちゃんと言っていかなきゃならないよねいやそういう言いにくいちゃうやろ純粋な言いにくいやろいい 数を増やすことで逆に言いやすうなっとるやないかい可愛さ余ってちゅうか字余りもええとこやないかい何の話だっけ見失うないつか踊れもこんなふうに曲を歌う日が来るんかなあんまり想像でけへんけども仕事なら歌うよ妄想エクスプレスのさらなるアンサーソング「暴走列車」それはアンサーソングやのでて替え歌やなはいというわけでええパートだよ ここからますます頑張っていきたいと思っているぜ思っているぜって絶対思ってへんよな帰りたがってるよなまあキビナゴがあるから帰らないけど中華なんで踊れが MC の立ち位置やね僕だってこんな悪目立ちするポジションは不本意なんだけれどまあこんな大役お姉ちゃんには任せられないしねぶっ殺すぞ死んでるけどね死んでるからって殺せへんとは限らへん怖い そもそもそれを言い出したらなぜアニメおとり物語の副音声に僕とお姉ちゃんの音苗シスターズが呼ばれたのかという話だよね音苗シスターズを定着させるなまたしても出番ないのに呼ばれちゃったパターンかちゅうか関係ないから呼ばれてもうたパターンやな前回のネコ物語黒でもそうやったけどおとり物語触れづらい内容やからの関係ないから呼ばれちゃったパターンってできることならばパターン化してほしくないパターンだよね特にお姉ちゃん的には まあうちは仕事やったらどこなと行くねんけどもな。うわ、女の子がすごい転び方してる。派手に転んだもんやな。えっ、ー、と、関係ないから呼ばれたとは言うても、あんまり野放ずに発言するわけにはいかんよな。この子についてとか。いいんじゃない言っちゃっても。言い訳あるか、仕事やぞ。まあ仕事なら歌うけども。歌のパートはもう終わっとる。お姉ちゃん、仕事に関しては真面目だよね。踊れが不真面目すぎるやろ。 お姉ちゃんに至ってはおとり物語に限らずセカンドシーズン全般にわたって出番がないのにどうしてそんな真面目に仕事をしていられるのかがわからないようんいやまあ大人を長いことやっとったらそういうこと割とあるしなでもそんな風に納得されてしまうとそれはそれで今日に欠けるところがあるよね「なんで本編に出番ないのにうちが副音声やらなあかんねん」みたいなノリがここは欲しいところなんだけど関西弁が下手すぎるやろ ごめんなさい僕が得意なのは名古屋弁だけなんだ謝った後に嘘をつくな名古屋弁一個でも言うとみい家と言われれば言うけど名古屋語尾に名古屋ってつけんな確かにちょっと語尾っぽいけどしかしまあこの辺りのやりとりが後に聞いてくるわけだね星大扇さんと全国なでこさんの会話全国なでこさんって誰や全国をなでたんかすごいスケールやな言い間違えた仕方ない僕だって言い間違えることはあるむしろ頻繁な方やと思うが 正ししくは全国オンデコで,でした新潟から全国へ鬼やのうてヘビやっちゅうねんえっとじゃあ全国オンデコさんの話を進めるけれど進めんな戦国ナデコへ言うとるやろでもナデコって訂正されても変な名前だよね人様の名前に何か言えるほど大した名前か踊れいや僕の名前についてはお姉ちゃん達の責任が大きいと思うんだけれどそうやったのう よ次ぎ、踊れ今日初めてまともなこと言うたの。30分に1回くらいは。30分に1回くらいしか言わへんのか。だからこの副音声の最中、あと1回くらいは言うかもしれない。切り取り方によっては、2回くらいは言うかもしれない。まともなこと。うちはそんな奴とあと45分くらい喋り続けなあかんのか。出番のうても呼ばれるのは別にええんやけど。しかし、相手を変えてほしかったな。 これって別に組み合わせに制限ないんやろこれまでを振り返る限り基本的にはないらしいけど何お姉ちゃん僕以外の誰かとやりたいのひょっとして戦国なでこさんといや話合わへんやろうな中でもお姉ちゃんと話したら戦国なでこさんはショック死するかもしれないよねあまりの価値観の違いに気の弱い子がショック死するようなキャラクター性なんかいうちはどんな扱いや真面目な話もしも僕以外とやるんだったら誰 真面目な子がええなふざけへん子でも大抵のキャラはふざけるよどんな世界観やねんふざけない人といえばまあまあ羽川あたりかな羽川ってだから呼び捨てにするなうんそれはそれで話合わなそうやなまあお姉ちゃんもあくまで仕事に対するスタンスが真面目なだけで性格が真面目なわけじゃないからねしかし言われっぱなしやなこの子言われっぱなしたね でも確かこの子基本アニメおとり物語の最中ずっと言われっぱなしなんだよありとあらゆる人から言われっぱなしなんだよ、はあ、上巻下巻通してね不思議なものでこの物語シリーズっていうアニメ基本会話ベースじゃない派手なバトルを好むのはお姉ちゃんくらいのものじゃないせやなうちとあとは荒ぎ家の長女くらいかだから言葉のキャッチボールが重要なわけだけだけどもわけだけだけどもだけ一個おないかわけだけどもこの子 受け取ったボールを投げ返さないんだよねふんボールを避けようっちゅうことなんかないや避けきれてはないんだけどね多分僕が読み解くところそれはボールを投げ返してそれを相手がキャッチしてくれなかったらと思うと怖いから投げ返さないんだと思うよ点々と転がるボールを自分で取りに行かなきゃいけないことを考えると投げ返さない方がいいとボールを抱えて薄くまってしまうんだよ読み解くな人間ならぬ人形道場が。 投げたボールが相手を傷つけるかもしれないということを決して危惧しているわけではないというところもポイントといえばポイントかなうちに言わせれば話し合いも暴力みたいなもんやから戦国なでこちゃんの考え方もそういう意味ではわからんでもないけどな武装放棄を突き詰めると話し合いもせえへんいうのがスタンスになりはするよな武装放棄か武装放棄かという話だね,ね,ね伝わったかな四つぎだけど 超法規的措置という言葉の格好良さと言ったらないよね。よつぎだけど余談だけどやろおののき余談名前としては違和感ないよね。いや、あるけど、めっちゃあるけど。とにもかくにもこの子は、会話が苦手という性格の持ち主ということだよ。僕のようなおしゃべりドールにはわからない悩みだけれどね。おしゃべりドールのイメージが踊りには全くないねんけどな。そうだった。これはよつぎドールじゃなくて、なでこメドゥーサだった。 人形じゃなくてヘビの話をしようヘビなさっきロッカーから1匹登場しとったなそもそもはアニメ第1期の「化け物語第4話」はなでこスネークあたりからの流れを組んでいるんだよね、はああそれについての説明はこの後本編でもあるみたいやったから副音声で重ねて喋るようなことでもないけどもななんとじゃあ何を喋ればいいのこの副音声いや余計なことをしゃべるのをやめてくれたらフリートークでええねんけどなおののき余計だとおののき余計 現状割とハマっとる名前ではあるな。この辺の演出何気に怖いな。映像的な怖さだね。この辺はアニメならでは中間時間地面でも実写でも、この気持ち悪さは出せへんもんな。やっぱ媒体によって、それぞれ見せ方出てくるいう話やなお姉ちゃん、アニメはあんまり見ないんだよね。うん。テレビ自体そう見えひんけど。 外を出歩くことが多いからな。その出歩き方も、いささか独特なんだけどね。それについて話す場所やないやろ。うちの話はええねん。あ、逃げた、逃げた、逃げた。お姉ちゃん、自分の話になるのを逃げた。ぶん殴るぞ。そのマイクを突き刺すぞ。マイクって突き刺さるのこんな丸いのに。アニメの話やろ。踊れはどうやねん。うちと同じで、テレビとか映画とか見とる暇はないはずやけど。一緒にしないでよ、お姉ちゃん。 僕は忙しい合間を縫って、ちゃんと己の見分を深めているよ。あらゆる文化に触れているよ。檻に触れて触れているよ。はぁ、あ、うちの知らんところで勉強してんねんな、踊れも。勉強かと言われると、趣味の側面が強いけれど。でもそういう方面を抑えておかないと、鬼のお兄ちゃんと話が合わなくなっちゃうからね。いや。 鬼のお兄やんと話を合わせるために見えない努力を重ねるんやったらうちと話を合わせるための努力を見えてもええからもうちょっとしてくれや戦国なでこさんは割とレトロなゲームや昔のアニメ昔の漫画が好きみたいだね一度話してみたいものだそれもまた投げたボール返ってこうへんのじゃテリトリーがお互い違うから遠投勝負みたいになるかもね学校女か教室言うももう懐かしいなうちにとってはお姉ちゃん 学校通ってたのそらまあ人並みにはな僕にとっては完全に未知の領域だよ人並み言うか踊れ人やないしな A パート終了かなみたいやなでは次は A ダッシュパートでお会いしようそんな刻むかはい B パートだよあるいは B 面だよ B 面って死後かなもう死後硬直かな今 B 面って言わんよなあれかレコードとかテープとかの時代の言葉か 一押しリでもカップリングのことを B 面って言うとった時代もないではないか。今でも A 面は言うかも、両 A 面とか聞かなくもない。ああ、両 A 面。いまいち特進できへん言葉やけどな。物理的に不可能だもんね。公衆電話数ありすぎやんな、この学校。公衆電話自体を街ではあまり見かけなくなっているから、なかなかの壮観だよね。この中学校は携帯禁止なんかな。戦国なでこちゃん、こなして公衆電話使おうとるいうことは、 携帯持ってへんみたいやけどもみたいだねまあ土地柄の問題もあるみたいだようーん星野君は携帯とか PHS とかもちろんスマホとかそういうんがかなり苦手なやつやったなお姉ちゃんはんお姉ちゃんはどうなのその手の携帯端末得意不得意いややからうちの話はええやんどうしてお姉ちゃんは自分の話になるのを避けたがるんだよオープンじゃないなそんなんじゃお姉ちゃん オープニングソングを歌う順番が回ってきた時どうするのさうちには回ってこうへんやろいや別に閉じてるつもりはないけどまあお姉ちゃんに得意なイメージはないよね機械星野くんほど苦手やないけどもただガエン先輩と比べられると不得意な方やろ多分最低限の機能しか使ってへんと思うそういえばガエンさんもうセカンドシーズン登場してるんだよねそうそう、うん、猫物語しろで相変わらずやったなあの人楽しみにしてるね ああ、これ、ポイントだね。楽しみにしてるね。ってやつ。失言やな。ただ、この出現に対する鬼のお兄やの追求も、第三者から見たらちょっと行き過ぎとる感もあるわ。だね。戦国なでこさんに対する周囲の態度は、ややバランスを欠いている部分があるよね。結局、今回の件を起こるべくして起こったというしかないのかな。まあ、あくまでもこのパッケージは上官だから、あまり踏み込んだことは言えないけれど。 ただアバンのところである意味オチが提示されとるわけやからその辺に触れてもそこまでのネタバレにはなれへんとも思うけどもまあそれでも節度は必要かそう節度大切僕が一番大切にしているものそれが節度狂言を言うにも節度を保て嘘すぎるやろ話を戻すと戦国なでこさんが楽しみにしてるねって言ったのは確かに失言だけれどこれくらいは人間会話してたら普通に言っちゃうよね それを気にしすぎる戦国なでこさんもそして鬼のお兄ちゃんもコミュニケーションスキルが低いよね踊れに言われたらおしまいやのでも仕方ないか二人とも友達少ないもんねそれも踊れに言われたらおしまいやの鬼のお兄ちゃんに至っては友達僕だけだもんねそれはそんなことないやろもうちょっとおるやろそして僕の方からは友達と思っていないという怖い話やな お口縄さんだ知り合いみたいに言うなバレンタインデーには友チョコを送るよ節度はどないして嘘の節度は友チョコって広い意味では義理チョコなんだと思うけれどこれはいい名前を考えたものだよねでも踊れと口縄さんは友達ではないよなそうだね元達と言うべきかなそれでも昔は友達やったみたいやんおっとこれは映像きついな受話器からちっちゃな蛇が大量に登場とかお姉ちゃんはでも こういうのでビビったりはしなさそうだねメンタルすごく強いもんねどうやろこういうのはメンタルとか関係ないんじゃん暗がりでワッて脅かされたみたいなもんやしいやいやご謙遜をお姉ちゃんなら頭洗ってるときシャワーヘッドから小さな蛇が大量に出てきたところでそのまま気づかずに洗っちゃうでしょ洗うか髪の毛とヘが混じるやろがいどんなメデューサやそうかな お姉ちゃんはビビらないと思うけどなビビるビビらへん以前の問題やろそれに反応せえへんのは無理やじゃあ検証しよう今度お姉ちゃんのシャワーヘッドに蛇を仕込んでおくねいたずらのレベルをはるかに超えとるやろもしそんなことしたらその蛇全部踊れに食わせるからな蛇そうめんというわけかイカそうめんみたいなものかな他どんなところから蛇が出てきたら怖いかな普通蛇が出てきたらどこからでもそれなりに怖いとは思うぞでも 電話の受話器やシャワーヘッドを超える怖さってなるとなかなかないんじゃないのかな内臓を食い破って出てくるとかかな怖さの種類が変わっても劣とるやないかいただそのヘビを彫刻刀で刻んで貼り付けにした戦国なでこちゃんの怖さはさらにその上をいく僕みたいなチキン道場はビビっちゃうチキン道場って口調にビビり感全く出てへんけどそもそも何でなんだっけ どうして戦国なでこさんは蛇を彫刻刀で切り刻んで貼り付けにするようなことをしたんだっけ趣味どんな猟奇趣味や、そこまでは本編で説明してなかったっけほなしとこか、ざっくりとな。関東医のように。関東医のようにではない。やめえ、話を混ぜ返すな。ざっくり掘り返さなあかんようになってまうやろがい。戦国なでこちゃんの友達が彼女に呪いをかけて、その呪いを解くために解放としてこの番号を行ったっちゅうことや。ふーん。 って、失敗したんだっけまあせやな。むしろ逆効果やったっちゅうか。それで被害が大きくなってもうたっちゅうか。受けるー。受けるな。被害を受けるー。やかましは。まあここで問われとんのは、その際連鎖的に被害を受けたこの山の蛇たちの方やな。なるほどな。確かに僕もバラバラに切り刻まれて貼り付けにされたことがあるけれども。 その時はさすがに軽く切れたもんねうちの知らんとこでどんな被害を受けとんねんまあ僕は死体だからね結構な頻度でバラバラ死体にもなるさ結構な頻度でバラバラ死体になるなどうやって助かってんなんとか自力でバイタリティありすぎやろそしてそれだけのことがありながら何で軽く切れるくらいで済んでんねん激しく切れた方が良かったかなまあ激しく切られたのは僕なんだけれどもね何にしても バラバラにしたくらいで僕を殺せると思ったら大間違いさそれでこそうちの式神と言いたいところやが持ち主のうちが結構引くエピソードやなまたまたお姉ちゃんだってバラバラになったって戦い続けるでしょ無茶ャぶりをするなご主人様に無茶ぶりをするな式神お姉ちゃんだったらこの口縄さんだってワンパンでしょうちにどんな主であってほしいねん踊れはいや別にお姉ちゃんがどんなあるしても 僕はお仕えするだけだけれども意外と忠実やの根っこのところで式紙だし鬼のお兄ちゃんは仲良しの友達だけれどお姉ちゃんの命令があればバラバラにして貼り付けにすることも辞さないやめろ出すにしてもそんな猟奇的な命令を出すか偽物語ではお姉ちゃんバラバラにするよりもひどいことを鬼のお兄ちゃんに手からしてたようにも思うけれどしかし儚い友情やのさっき出た戦国なでこさんの友達の話ほどじゃないよ かと思うとお姉ちゃんみたいに詐欺師の友達がいる人もいるから世の中わからないその話根っこのところでつながっとるけどというわけで B パートをしまい続いてエンゲージリングだよエンディングやろがいダメな MC やのエンディングテーマは「その声を覚えてる」「おとり物語」からまた新曲やねんな物語シリーズは数々の名曲に彩られているからねそのうち出してほしいなフルアルバムボーナストラックで僕も歌うから歌いたいんかい 積極的やないかい B 面でいいなんとかねじ込めないものか横車を押そうとするな B 面でいいって言い方もな C 面でもいい C 面なんかあるか G 面でもいいよ意味完璧に変わっても劣とるやないかアニメ化け物語に限れば音楽全集って出とんやなかったっけベストアルバムというかベストアルバム僕が歌ってないのにベストって言っていいの余裕で言える100歩譲っても言えるちゅうか 化け物語の時点では踊れ登場してへんやないか化け物語だけじゃなく全部まとめたセットが欲しいな商業的にプラスアルファが欲しいって言うんだったら僕が副音声をつけてもいいよ CD に副音声がつくか副音声は無理だけれど技術的には CD でも A 面 B 面は作れるよね指紋でベタベタになるけれども指紋でベタベタになるから作ってへんのやろ歌いたいな歌ってお茶の間を変な空気にしたいな変な空気にするなはい これで自分の歌謡を主張するコーナーナおしまい副音声では恒例だからねノルマ達成だよ副音声をノルマで進行するな踊れさてはそのこそっと持ってるやつトゥードゥーリストやなエンディング終了というチェック予告編だよ食塩水の問題割と得意だねだから嘘をつくなこれは厳密には嘘とは言えない 僕は死体だからよく塩漬けにさされれて保存されるものそれもよくかい頻繁なんかい塩漬けかホルマリン漬けかどっちかホルマリンの方が母なる海っぽくて僕好みかなホルマリンでマリンかいホルマリンで海に放られとるけどな海水だから結局塩漬けでもあるんだけれどねうまいこといいなこの予告の落ちってどういう意味そんなに溶けねえよってそれがわからんで何が得意やねん食塩は飽和するから一定量以上は水に溶けへんねん いや、それは算数じゃなくて理科の分野でしょ。分野といえば、理科って今でも1分野2分野って言うんかな中学校でさあ。でも、戦国なでこさんは中学生だし、そういう話題も第2話では出てくるかもしれないね。出てくるかい、適当に喋るな。予告編終了、チェック。トゥードゥーリストこっちによこせ、破るから。 アニメおとり物語、ブルーレイオア DVD。お買い上げ、誠にありがとうございますと言えばいいのかな。物ののきよつぎだよ。あるいは八九時迷いだよ。なんでやねん。誰や八九時て。そして言えばいいのかなってなんや。いいえ、ちゃんと。ありがとうございますを。いや、でも、いろんなお客様がいるからね。 毎回毎回似たような出だしで始まるなワンパターンだなそろそろ副音声も見切り時かなと考えている人も多いと思うんだよ多いんか全方面をフォローしていきたいおののきをつぎだよ誰かにありがとうございますそんじゃダメだと思うここぞとばかりにキビキビと答えとるんちゃうぞ式神棒読みだけどねお姉ちゃんがビキビキなってるだけでいやそこまで怒るようなことでもないねんけどもちなみに用意してもらったアイスは白マなんだけどね何 お姉ちゃんはカルカン派何用意してもらっとんねん。派ってなんやカルカンってどんなメーカーやったっけ僕のようにもちもちした食感のお菓子だよ。踊れにもちもちしとるイメージがないんやが。あ、お兄ちゃんだ。鬼のお兄ちゃんだ。おお、ほんまや。鬼のお兄やんやな。ああ、鬼のお兄ちゃんすと言ったとき、他の誰かに背を向けているということは自覚しておきたいよね。まあ、真理ではあるけどな。うちは陰ぬいよずる。専門家や。ああ。 トイックのなんでやねんなんでトイックの専門家が副音声来てんねんトイックって1000問出題されてそのうち何問解けるかって形式なんでしょだから1000問だけに専門家なるほどこれはうまいこと言われたっておい待て専門家の字が違うしそしてトイックは1000問も出題される形式ちゃうわ言いたいだけのことを言うために現実を歪めるな現実なんて名古ってスイーツかあー きびなごとアイスクリーム合うな合うかきなこアイスがあるんだからきびなごアイスだってあるでしょきびなごときなこは全然違う食べ物ややれやれ開拓精神に欠けるお姉ちゃんだなフロンティアスピリッツのかけらもないよ式神としてはトライもしないで頭ごなしに否定しないでほしいなきびなごアイスをわかったじゃあ食えよフロンティアスピリッツをフルに発揮してお姉ちゃんが作ったるから食えよきびなごアイスをヨナナスメーカーで作ったきびなごアイスを お姉ちゃん僕は食べ物でそのは僕にとって消えるボールペンで描かれた絵みたいなものだその心は熱意があれば消すことができるやかましはトイック満点小野軒を継ぎだよ嘘つけテスト・オブ・イングリッシュ・フォー・インターナショナル・コミュニケーション満点小野軒を継ぎだよ略称家だからってスコア高いことにはなれへんやろさあそれじゃあそろそろ真面目に副音声をやろうかお姉ちゃん キビナゴを食べながらね。な食べながらどうやって真面目にやるねんガールストークにスイーツは欠かせない一つにはうちも踊れもガールズとは言えんしそしてもう一つにはキビナ